皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、もう二度とやりたくないバイト、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。新聞配達、雨の日は鬱になる。飲食店だな、時給安いし土日忙しい。居酒屋だけはやりたくないって思う。酔っ払い相手にしたくない。工場の単純作業はもう二度とやらない。飲食店だな。時給安いし土日忙しい。飲食店ってなんであんな時給低いんだ？勤めるのがバカらしくなる。専門店の小売業。今まで婦人服と子供服、アクセサリーなどの販売業やったけどもう嫌だ。給料安い割に立ち仕事でしんどい。客が店に入ってくるたびに商品を勧めるのは辛い。冷凍の工場。マジ死ぬ。冷凍マグロとんでもなく重いよ。派遣で生かされたんだが工場の周り何もねえし。もう二度とやりたくない。本気で休憩中にバックレ考えた。夏だったら希望したい。重くてもいいし俺少し動いただけで汗かく体質だし。冷凍庫は良さげに見える。汗かいたまま冷凍庫入ったら凍死するよ。野郎だけのバイトは嫌だなぁ。サーティワンアイスクリームやった時店員が俺以外なぜかみんな女。居場所なしで辛かった。寒冷地の冬のガソリンスタンド。俺は真冬の交通量調査だな。意識が朦朧とする。パチンコは給料は高いが客が最悪。スーパーのレジもたまにヤバい客が来る。花屋やったと企画スーパーなどに置く花束を作るんだが、林道って花の中に入ってる水が臭くて、しかもウジみたいなのが湧いてて嫌だった。今でも林道大嫌い。ちっちゃいスーパーにいた頃いつもオリジナルの納豆の曲とロッキーのテーマが流れていた。スーパーって変なの流すよね。俺も昔惣菜コーナーでバイトしてた頃インディ・ジョーンズが流れてた。しかも仕事は激しくつまらなくてノイローゼになりそうだった。決まった曲を流すことで、今日の目標売上達成の従業員向けの合図にしてる店は多いらしいね。飲食店でバイトするとバイトしてみないとわからないことを知ることができるよね。結構なトラウマになる。前にやったトラックのコンテナからの荷物下ろし。夏にやったけどしんどかった。汗かきすぎて死ぬかと思った。某テーマパークの駐車場の誘導係。強烈な直射日光のせいで熱湯かけられたような日焼けになった。正直1日7500円じゃ安いと思った。ホームセンター。初日に園芸用の砂20キロを100袋運ばされた。ひたすらレタスをばらしていく作業。やったことあるやつならわかるけど精神が参ってしまう。飲食店全般、特に豚骨系ラーメンや、食べ物の匂いがつきまくる。ネギとかスープ、風呂に入っても取れない。飲食店は確かに匂いは気になるよな。俺も4年間仕出し屋でバイトしてたけど、生魚と酢の匂いがすると言われてた。あと飲食系って手荒れがきつい。よく引っ越しがやばいって言われるけどなんでそう言われるんだろう。ずっと引っ越しのバイトやってるけど、移動時は車に座ってるだけで時給もらえるし、祝儀もらえたり昼飯出してもらえたりすることもある。あと他人の家に入るのも楽しいし、そりゃ運んでる時はしんどいけど、イメージだけが先行してるような気がする。俺は工場で携帯組み立てるバイトだな。単純作業はマジきつい。食品工場の袋詰め。コンベアーから流れてくるお菓子を不良品かどうかチェックしながらひたすら詰めるだけ。目も疲れるし立ちっぱで腰も痛いし。何より虚無。時間経つのがかなり遅い。チェーンのカレー屋、冬は暖かくていいんだが夏が辛すぎる。
ずっと火の前で鍋見てると汗だくで意識が朦朧と、眼球の温度が上がってくるのがわかるくらいの熱波。死ぬかと思った。地獄を知りたい奴は深夜の佐川倉庫来いや。どんなことやんの？簡単に言えばトラックから降ろしたものを高速でコンベアーに流す。受け取ってひたすら積み上げる。50キロある荷物やら自転車やら5メートルの鉄筋パイプやらプラズマテレビ、何でもボンボン流れてくる。休憩もほとんどなく夜から朝まで続ける。福袋に商品を入れるバイト。俺はランダムに干し椎茸を入れる係だった。正月早々人に不幸を配っているようで心底嫌になった。レンタルビデオや、AV のパッケージを見すぎて女の裸見ても何も感じなくなった。土方のバイトをやった時現場が墓地だったんだが、現場の監督が作業中に山肌をユンボで削る際に、近くの古い墓石を壊しまくってた。信心深い方じゃなかったんだが、監督の巻き添えで罰が当たりそうな気がして速攻やめた。薬の治験のバイトは病院から出られず食事もまずくて気が狂いそうになったが、退院して外に出て自由になった瞬間の快感だけは最高だった。一度だけやったマンションの壁の変なゴムを剥がす作業。強風の中細い足場に命綱なし。あんなの本職にしてる人はすげえよ。新聞勧誘のバイト。不毛すぎて不毛すぎて死にたくなる。仕事内容は関係ないんだが、塗装工やった時に初日に相方が突然ガタガタ震え出して、絶叫しながら道路に飛び出して大声出してさらに絶叫。やばすぎて怖くて昼間にバックレた。交通誘導。とんでもなく遠いところが現場だったりすると大変。朝早く行かなきゃいけないし、トンネル内の照明の清掃で一車線潰した時突っ込まれて危うく死にかけた。電話のクレーム受付。時給はいいんだが、コール音が鳴るたびダークサイドに落ちていくので、精神が持たず8日で逃亡しました。日本にこんなに気違いが多いとは思わなんだ。俺もクレーム対応の仕事してるけど本当人間はわがまま。この仕事をしてみて改めて認識した。自分はアニメが大好きだったのでアニメのセル塗りやったことある。セイントセイヤやドラグナーとか塗ってた。夏休み中に朝から夕方まで頑張って1万円ぐらいもらいました。感想としては、夢では食べていけないことに気づきました。アニメの色塗りで1万って相当だぞ。数日分の総額ですね。当時アニメ雑誌に載ってたセル塗りの広告に高収入ゲットとか書いてあるのを見て応募しました。交通量調査のバイト。山奥の生活道路みたいなところでやらされて、朝の8時から夜の8時までやって通った車が12台。退屈で死ぬかと思った。金曜の居酒屋はもうやりたくないっすね。仕分けは流れ作業だから自分のペースでできない分きついかもな。真冬の夜中でも汗だくになった。刀鍛冶のバイト。友達の親父さんが投稿だったから。これは体力的にはきついけど、ダイエットと筋トレになったし、何より真剣を作ってるんだって思うと本当に楽しかった。刀鍛冶バイト羨ましいな。普通経験できないぞ。刀鍛冶やってみてー、できれば後継ぎたい。刀鍛冶で飯食ってくのは大変だぞ。本当に大変。多分その世界で成功してるのは日本に数十人程度しかいないんじゃないかな。どっかのサイトで刀鍛冶の過酷さを書いてたな。儲からないから刀鍛冶やめて刃物メーカーに就職する人もいるみたいね。テレビに出てくるようなゴミ溜まりまくってるアパートの掃除。玄関開けた途端に今まで嗅いだことのない悪臭と小さな虫がうようよ。
キッチンは食い物が原型とどめてないし、一口だけ口つけただけの大量のジュースや酒の残骸。もう最悪だった。体中に湿疹が出て一週間治らなかったよ。俺んち掃除してくれたのお前か、ありがとよ。肉体労働は慣れると割とたやすいものだと知る。深夜のビルの夜景、夜回りするよりパートナーのおっさんの身の上話を延々と聞かされるのが辛かった。札幌で吹雪の中の新聞配達。わかる、雪降らない地域はいいよな楽で。こっちは雪の中をチャリで移動すんだぜ。風俗店のティッシュ配り。男にしか配れないので一番もらってくれるおばちゃん層に配れないから全然減らない。引っ越しのバイトは確かにきついけど、一度呼ばれて現地に行ったら手違いかなんかで人数が多かったらしく、もう積み込みも終わってて金だけもらって帰ってきたことがあった。山崎パン工場。あれは死ぬ。山パン違法だろ。仕分けの作業じゃ優先かかってて飽きないしパン食い放題だし。不良品を食い放題ってわけでもなく、ちゃんと製品を食わせてもらったぞ。紅茶も飲み放題だから飯代は実質タダだった。食品工場製造補助のバイト。まず匂いがひどい。消毒薬と食材の腐ったのを放置したような匂いが混ざり合ってて吐きそうになる。その割には工場内は不潔。絶対ここで作ったものは食べないと心に決めた。俺は夏場のパン工場の焼き場で働いたが、熱気と油の匂いとパンの匂いで吐きそうになった。チョコレート製造工場だな、もうくせえくせえ。工場内の単純作業は合わないやつはすぐやめた方がいい。頭おかしくなりそう。精神的にかなりやられる。気を確かに持ってないと倒れかねない。工場で働きたいって思ってる人は本当に真剣に考えた方がいい。自分が人間であることを忘れる。学生の時小さい金属部品とかのプレス機の工場でバイトしたけど、指3本落とした人がいた。多分悲鳴とかあったと思うけど、みんな淡々と普通に仕事してた。俺も今下手したら指落としそうな仕事してるよ、怖え。なんといってもチラシのポスティング作業だなぁ。こっちは必死なのに住民からあれだけうざがられるもんとは思わんかったよ。やっぱしんどくても仲間や喜んでくれるお客さんのいる仕事の方がやる気出るな俺は。立ちっぱなし系作業はどれも疲労度同じだと思ってたけど、自分のペースで仕事ができる作業は全然疲れなかった。工場のラインみたいなのはむちゃくちゃ疲れる。精神的疲労が大きい。あと監視役がいるいないも大きいかな。職場でラジオや BGM が流れてるところはやっぱ気持ち楽だね。大手メーカーのコールセンター。いくつか渡り歩いたけどどれももうやりたくないね。ホテルの宴会場のバイト。マナーも要求されるし肉体労働だし給料安いし最悪。もう絶対しない。自動車工場のラインだな。金は結構もらえるけど死ぬ。精神的にきつい。ラインはなんであれ慣れないと精神的にかなりきつい。昔かしわ餅のラインで、上流から流れてくる柏の葉の上に餅を乗せ続ける仕事を一晩やったら気が狂いそうになった。想像したら笑った。全部機械でできそうだけどね。俺は新聞配達に一票。未だに遅刻する夢を見る。米運びのバイト。30キロある米が入った袋を何百と運んだ。それを倉庫内でトラックに乗せるんだが、倉庫内の気温が真夏並みに高くてめっちゃしんどかった。交通量調査。早朝から晩まで2時間やって1時間休みの繰り返し。仕事自体はカウントするだけなので楽勝だったが、通る人通る車みんなから怪訝な顔でジロジロ見られるのが辛かった。
あの調査資料って何に使うの？そのまんま交通量や人の流れを調べるのに使ったり、会社によっては店を開店する際の参考資料にしたりする。警備員、一日中微動だにせず立ってるだけなのは辛すぎる。俺もほとんど出入りのない駐車場で警備員やった時、孤独があれほど辛いとは思わなかった。痛いほどよくわかるぞ、生きている意味さえ考えてしまうな。昔ホストのバイトに誘われたことあったな。そいつの話では、とにかく酒の強さと体力。大量に酒を飲み続けても倒れない体力。これがすなわちホスト適性。見た目は二の次。酒で潰れても翌日張ってでも出てくる体力と根性があれば出世しますよ、とのことだ。そういうコネが欲しいなぁ。酒に対する強さは結構自信あるんだけど、問題は容姿だな。いや容姿は二の次なんだってさ、小綺麗な格好してれば OK だって言ってたよ。ホストったって全員がイケメンじゃ成立しない。三枚目から演歌系までいろんなタイプがいた方がいいという考え方もあるらしい。年内に仕事が決まらなかったらホストか自衛隊か迷ってる。鏡見ろ。ありがとう、お前に言われて気づいた、ホストにするわ。夏場の建設現場でのコンクリート打った後の肩枠のばらし。コンクリが固まるとき熱が出るから炎天下で作業するとさらに暑い。作業の辛さより熱中症との勝負。マジで死ぬかと思った。一ヶ月続いた自分を褒めてあげたい。日給8000円だったけど割に合わない。冬場ならいいのかもな。もう二度とやることはないだろう。ニートや引きこもりばっかの印象があったが意外とお前らも頑張ってるじゃないか。終わり。